6月11日火曜日朝5時半のホームポイントは、かすかなオブショアで、海にはいい感じのうねりが、おー、今ミドル付近でブレイクしましたが、あれはちょっと乗れる感じではないですね。インサイドブレイクか。まあここにこれだけうねりが入ってれば近場で取れるポイントはありそうですね。ホームポイントの右もかすかなオフショアが背後から吹いていて、うねりは入りますが、まあほぼショアブレイクというか、 あそこでインサイドでもブレイクしないことはないという程度ですね。左の方が活発ですね。あ、今オンショアが吹いてますね。あ、正面からやや強めのオンが吹いてます。気温は21度ありますね。風は今は正面から本州は吹いてますね。あれは強めになりました今。